道楽寺アホダラ教。幕末に流行したアホダラ教は、軽快な早官区長の俗用。幕末期から明治期に多く見られた。仏説はアホダラ教、という、歌い出しの戯れ文句で始まる。江戸、東京や上方の都市で、元人坊主が角付けして歩いた和芸である。世間一般の話題や、時事風刺を交えながら、俗用の不死に乗せて語る。 後に開きから、寄せ芸となり、漫才に取り込まれるなどしながら、昭和の時代まで主に見られた。また、ちょぼくれ、ちょんがれと極めて近い存在の芸能である。節用期間の44、1811年の校に、ドンリュウという僧が、天口ひとしと変名し、おどけんぎ、または、アホダラ行と名付けたものを下作し、同行の僧侶仲間を集め大阪。 北の大雄寺前で、おどけ一長を始めたという。ずくの大洋尺上を振り、扇子を広げて持ち、ちょんがれ坊主の風体そっくりの紛争で演じた。作者に、金垣露文や若菜園庭園が想定されている。文久年間、アホダラ行が、江戸市中に現れた時には、尺上を捨て、大きな木魚を叩いていたが、後には主に男女二人が連れ立ち、 男は手ぬぐいをかぶり、豆木魚二個を一組にしたものを叩き、女は、三味線で伴奏死害を流した。明治初年、東京では、筋貝や、両国あたりで人気を博した、大道芸カッポレ一座の人気者初丸が、アホダラ行の校舎でもあった。また同じ大道芸仲間の法年栽培坊主は当初、飴を売りながら演じていたが、1877年、頃には、 余生へ進出して、代表版を取った。後に吹き込んだ、アホダラ行のレコードに、虫尽くし、ないものつくし、反物づくしなど数種がある。アホダラ教には、ないないづくし、諸仏勝ち上がりなど多様な演目のあることが知られるが、江戸末期の当時、相当に強烈な政治批判が含まれるものもある。下記の、ないものづくしを参照のこと。アホダラ教は、 江戸後期から明治期に西門と呼ばれた諸芸能や、特にチョボクレ、ちょぼくれ、ちょんがれと非常に近い類縁である。後の老曲は、アホダラ、京、デロレン西門、ちょぼくれなどに説教説、民謡や俗謡も取り入れて体制された。アホダラ、京を舞台芸にしたのは、明治から大正にかけて、東京を中心に活躍した梅坊主であったと言われている。 梅坊主が組合を結成しようとして人数が足りなかった東京なにわ説組合に入って遊芸家人の観察をとっていた話がある。同時代には東京に春風亭都市江がおり、また上方では小福亭松光が余興にアホだら鏡を披露した。さらに明治の中期以降、初代若松家政門が高級一万歳と称して講座に上がった。 寄せの色物として、松島遊郭の中島関や天馬の吉川関などで、盛んに演じられたという記録が残っている。大正時代には、劇中で歌われたものが、活動写真化すると、弁士の染井三郎が歌い、東京レコードへ吹き込みをするなどする。昭和初期には、ジャズ化され、笑いの王国が再上げ、渡辺敦志や三増愛子が歌った。また、 悲劇大への剣こと、江本健一が、雑木作家、菊谷久志を用して作った舞台で、アホダラ行を、ルンバで演じた台本が残されている。演芸をこよなく愛する作家、正岡博史が見る限り、梅坊主の寄せ出演で一度も、アホダラ行を見なかったという。また、関西では、初代、若松家正衛門を含めた、弟子一門が継承、一万歳から、万歳。 漫才と変遷を通して活躍した砂川捨て丸、中村春よ、太平洋戦争後には、初代昭衛門の弟子の山崎昭三、宮古屋文治、市川福次、金子、荒川清志、小唄静子らが、アホだら教を伝承した。横山ホットブラザーズの明も、芸団の中で、市川福次からアホだら、教を習ったと証言している。 戦時中の1943年7月、情報局を揶揄する、アホダラ行は怪文書として残され、後に専門とする、辻田誠左見に収集、発表された。七沿線反戦余地はない、勝つより、外はないものを、危ないものは、お前たち、しっかりしろよ情報官茶かぽこちゃ、カポコチやカポコしているね八民を棒にしておいて、己は、 満身衰弱で、油断楽観理的なり、引きつ米引きつ米情報感、ちゃ、かぽこちやかぽこしているね。立川男子は、男子、遠鏡離化用合戦において、成り物として、アホだら行の木魚を使用し、後の番組、立川男子、大田光子宮は、二人でで、その演出は受け継がれた。また、放浪芸の研究、考察、実践をライフワークとしていた。 小沢昭一は、アホダラ行を劇中に取り入れた。現代において、語尾に韻を踏む、早口で、リズムにノリメロディを重視しない等の特徴が重なる、ことから、日本語ラップの源流として見る向きは多い。文学には、芝良太郎の、逃げの小五郎において、後の木戸高吉が逃亡中に、アホダラ、京に噴した描写がある。現在では、木屋ジア卵や。 姉様キングスが芸を継承している。他に、パギアンこと、長広氏も、アホダラ行を演じている。アホダラ教の師匠の例を挙げる。幕末、桜田門外の変が起きた頃に流行した、ないものつくしを採集した例、は不明箇所。上の画像にある、道楽寺アホダラ教の師そのものである。およそ世の中、ないものつくし、多い中にも、 今年のないもの担当ない、上司の大雪滅多にない。桜田騒動途方もない、そこでどうやら、お首がない。それに少しも追っ手がない、一人や二人じゃ、仕方がない、お首がどこかへうせてない、おかごもあっても釣り手がない、五番所どこでも止めてがない。茶小屋子や芝居生きてがない、当人話し,しまるでない、道中飛脚大麻がない、放棄の噂も嘘でない。 それで筒がない。さぬきの騒ぎは知り手がない。その外この節呼び手がない。日たちの宝蔵に宝がない。一体親父が人でない。薩摩の助立ちわからない。書屋式門に出入りがない。夜中はさっぱり通りがない。町人が根持ち気が気でない。老中みっともない。全体役人腰がない。世では世の中収まらない。それでも先々戦争がない。 どうだか私は受け合わない。荒川清による、アホだら、今日、内々尽くしの礼。物説アホだら行すなわち段だ々んだん、手枕やっかいた交渉が、唱え上げます。諸芸の一座の、お定まり、芝居で三番草か、相撲なら千鳥か、サイモンなれば出れん、のれんの脳幹調べか、何は説なら入れごと枕か、 アホぎょ行という奴は、ハゲタ木行を横丁に抱えて、朝から晩まで親の機解魂のあるように、あちゃむき、スカカ、こちやむきゃスカカ、スカスカ、バカバカ、バカげたお経にゃ間違いないわいえい。スカスカ、バカバカ、バカげたお経を誰がやっても、何べんやっても、同じことではござります。ちょいと出ましたお笑いに、ないないづくしを取り寄せまして、 ないないづくしと出かけようか。ないないづくしのことなれば、やれない、それない。何にもない江戸の土地には、畑がない。畑にはまぐり、掘ってもない箱根の山には、番所がない。三本、刺したる侍ないぶっさき羽織は霧種がない。凶美のお子たちは、抜け目がない。年いった私は、面目ない西洋の薬は、天薬ない下手なお医者でおぼつかないそこで、 命が受け合えない女郎さんには、月に六度の検査があるから草気がないそれじゃと言うて、受け合えない見かけの、子男悪くはないおひげのない人、値打ちがない金銀贅沢限りがない借金するようが、回らないみそかの言い訳、へでもない旗子の姉さん、まぬけがないおきやの姉さん、まことがないお客は貧相で、とおろらない、ある人、めったに使わない、 だるまの女郎会、見たことないそれ、おわしがないので、討論おられないわいやれ。学校、開き検証はない。学校開けて、横文字書く人、数少ない書く人あっても、読む人少ない。まだ明治の気質は開けてない今の姉さん、女才がない。男のより、森迷いがない。歌わん芸者は、流行らない。河内の木綿で小がない売りと買いとは、自由がない。とってもとっても、 まだ足りない国に取られて、何にもない、大きな声では申せませんが、刑務所の隣に、夫婦はない馬方小便だらしがない、馬にも腹あてあってもふんどしないふんどしのお手も、見苦しない坊主に鉢巻き、答えがない全州坊主に、カカがないアマデラさんには、亭主がないお伏せの貸し借り、見たことないあることあっても、取りに来るような、 お人はない天気の青空、果てしがないすり鉢、鉢さんには、蓋がない、すりこぎさんには、さやがないを乳母の子娘見たことない親より年いった、子供はない上から上がった試しもなければ、下から落ちたる試しもない消化値、小便、止め度がない砂地に小便、溜まりがない後ろに目がない女に気がない、若い時は二度ない三度は、 なおないたたみの三角、卵の四角、雪の降り袖かわずの横飛び子供のもんつき、自動車の三階、地球の回転こいつばかりは見たことないわいこれじゃばかりじゃ、お笑いにならなんで何か一石あったら、ことのよし足わかろかなれどと残す不死けアホだら、今日、ご無礼を申しました。他には、加藤秀俊ほかちょ、明治、大正、 昭和世相史や南広史他編、近代庶民生活史に、史障の例が掲載されている。ありがとうございます。